なしやだしやだ久しぶりよ帰ってきたぞ帰ってきたぞって言う私この番組初めてなんですけどね出るのねはい、はい、こんばんは今日は3月の1日夜の8時になりましたこの番組は栃木県那須塩原市の疎水スクエアアクアスにあるスタジオアクアスからお届けいたします。本日お届けいたしますのは帰ってきましたジャコでーす。はい、DJ トンでーすということで、はい、よろしくお願いします。なんかね、久々に帰ってきたらなんか随分空気感違うんだよね。なんか重いというか空気薄いというか。ああ、違いますね。でも今日ある意味スタジオの中の空気綺麗かなとも思いますけどまあね、なんとも言えないとこだけどね。そこは僕の答えたとこじゃないや。はい、いやいやいやはい、久々というとどちらの方に行かれてたんでしょうか。ちょっとあの出稼ぎなんですけど、そういうことなんですよね。はい、いろいろとあの先見地察といいますか、町おこしとかいうところをね、あちこち見たりとか一月してまして、2月いっぱいずっとあちこち走り回ってました。あで、まさかの3月1日帰ってくるなり、皆さんのこの温かいお出迎え、温かいですねレギュラーメン、レギュラーメンバーの、はい、はい、という感じで、ね、何しろあのジャコさんの行った先々でのね、あのフェイスブックとかの投稿とか見ると、うん、現実にプラス一言加わってるんでとてもね面白く毎日見させていただきましたけれども、はい、はい、さあそんな本日、はい、さて今日はあ違う違う This day 今日は何の日ということで。何の日ですか。はい、して担当で今日いないんですよ。あでもそこの席の人がやるというふうに決まってるそうで。あ This day 3月1日、はい、3月1日って今日ってなら全国的にあれかな？卒業式とか。そうですね、卒業式。卒業式の思い出あります？いや、思い出というのはあんまりないんですけど、まあ、だいぶ昔なんでね、もう忘れちゃったんですけど、ええ、あの高校の卒業式の帰り、まあ、今日もそれらしき親子見たんですけど、ええ、あの女子高生、ええ、で、お母さんがある程度顔が似てると、同じような顔したのが2人で歩ってるわけじゃないですか。ええでも年齢は20いくつぐらい差があって、なんか本当にねビフォーアフターみたいのが一緒にあるってて、 あれをこう観察するのがちょっと面白いというか楽しみになってるんですけど。むしろお母さんの興味がちょっとしてね、もはやね。あどちらかというとお母さんも全然年下ですからね確かに第二ボタン系の思い出とかですか。全然ないです、そういうのは。あそう、はい。高校俺男子校だったんでね、そもそも第二ボタンのあのあれだったらおかしな話になっちゃうんですけど、中学はね、僕人生最高のモテ期でしたからね。へえ、今でもモテてるんじゃないですか。いや、そう思ってるんだったらそんなもんじゃなかったと言います。ああ、なるほどねそうですね、卒業式、卒業した皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。ってことは、まもなく入学式、4月、はい、休んで、そっか、何年前になるんだろう、卒業、卒業、卒業って言ったらもう25年とか、それ以来、入学、卒業。あ卒業式、最近ありましたよ、私、約11ヶ月前に、ええ、CRT 栃木放送のアナウンススクールの卒業式やってまいりました。だって僕もありました、そういえば、22日の日に、はい、栃木県の方で県で主催していた観光リーダー育成塾、はいはいはい、あれの第2期生として、ね、無事に終了していただきまして、観光リーダーだ、まあ、行ってこい、ドーンという感じで、県北に帰ってまいりました。なんか写真見させていただきましたけど、はい、セーラー服の集団とかがいたようですけど。ありました、ありました、はいはい、かなりハレンチな感じハレンチあれはね、20分間のプレゼンテーションをそれぞれ のテーマに沿ってやったんです、はい、4チームやったんですけども、4チームそのうち1チームがお芝居やったんです。あ、いわゆるスクールコント的な、はい、学園コント的な。あなるほどね。で生徒役にそのみんな学ランとかセーラー服の子がいて、先生の教壇にマイッチング涼子先生がそれでみんなあの格好だったんだ。そう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 、あ涼子先生ですよ、マイッチング涼子先生が。あそうだったんですか。そうそうそう、先生役でなるほどね、おなじみのね、茶の間ラジオで、茶の間テレビかっておなじみの、はい、エンデル涼子さんも同じ。なんか私見らんなかったんですけど、栃木テレビでその様子が少し放送されたって。あそうですよね、僕も見てないですね。でもアーカイブあるんじゃないかな、栃木テレビニュース系は。そうですね、ぜひ調べて、どのシーンがね、わかんないですけど、はい、もう卒業式の、
でもどう考えてもそのテレのカメラマンさんが、はい、終了証を渡すところを撮ってるんですけど、そのセーラー服でこうやってもらってるコント撮ってるわけですよ。その絵絶対使えないぞお前と思いながら、あなるほどね、その絵と使えないと思います。冷静に答えちゃってます。でもあの観光リーダーの皆さんのなんていうんですか、そのこうグループごとの勉強会みたいなの、はいはい、ちょっと見させていただいたりしたことがあったんですけど、うん、かなり本格的にやってて、その最後の発表会、はい、なんか一般の人もどなんかどんどん聞きたいなって思ったんですけど、オッケーだったんですよ。あら、いやそういうのないよって言われたんだけど。そうだって小原温泉の女将とか来てましたからね、実際に。あ、なんだそうだったんだ。20分かける4チーム、まあ、うんうん、発表といってもね、いわゆる熟成だからとは思うかもしれませんけども、一応それぞれ県北でお店をやられてるとか旅館やられてるとか、はい、いわゆるその地域リーダーの人たちがやってる発表ですから、うんうんうん、ちゃんとしたと言いますかね、はい、質の高い発表があったので、はい、多分何本かこのまま具現化していくというか、今年あたり実現化していくような内容のものも含まれてましたので、そこは楽しみに。はい、そんなディスデーでした、はい、はい、ありがとうございます。はい、この番組の今日のラインナップは、まあ、いつも通りですけれども、ビバトーク、その後に曲を挟みまして、ビバ牛乳、本州一ですよ ね、 そうですね、牛乳生産量、はい、はい、それの牛乳にまつわるお話を、してから、曲をもう一度挟みまして、最後にイベント情報をお伝えいたします。はい、ではそんなスケジュールで本日も1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビバビバビバ、弱いねーアーティストパワーゼロですよ。大丈夫ですか。いや、すっかり忘れてました。そんなですね、ビバトークのコーナー、はい、はい、ではビバトークということで、久しぶりですね。はい、もう無茶ぶりに一月ぶりに耐えられるんでしょうかね、僕はね。果たしてやってみましょう。本日のお題をどうぞ。今まで食べた中で一番美味しかったもの。それは下疲れでしょう。嘘です。言い過ぎました。美味しかったもの、やっぱこれカレーとか言ってほしいんですよ、きっとね。多分そうでしょうね。模範解答は、模範解答はカレー、模範解答は、うん、それは最後に取っておくとして。美味しかったもの、あれ、でも出身どっちですか。あ、地元ですよ。めちゃくちゃ地元です。地元か、地元だと栃木、やっぱり下津カレー、うん、美味しい。やれ、あの下津カレー、ですね、嫌いじゃないんですけど、ね、あの塩原温泉の奥の方にあるペンションさんの下津カレーが、あれ食べた時に、あ、これはすげえなと思ったんですけど。夢聞こうってことですか。なんでご存知なんですか。ペンションのあそこらしかないじゃん。鬼おろしてこうおろさないで、ね、大根とか人参が少し1センチぐらいの角切りになってて、はい、見た目もすごいあの OK で、で入ってるものはやっぱり同じもの系が入ってて、はいはい、酒かすが多分ね、ほんの少ししか入ってないんで、そんなに変なっていうか、あの癖がなくて、ちょっと変わった鬼しめって感じですかね。この間ね、だから下津カレーの話になったわけですよ、はい、普通郷土料理って美味しいよねとか、はい、美味しくないよね、甘いよね、うん、しょっぱいよねって話になるんですけど、はい、郷土料理でありながら食べられる食べられないのレベルの話っておかしいと思いません。確かに。みんな贅沢になったんですよ、この土地の人も。まあね、うん、なんて言うんでしょう、保存食なの。はい、あの保存食っていうよりも、私もあれ30年ぐらい前に何百人分とか作る仕事してたんですけど、でやっぱりその当時調べたらば、何しろここら辺は食べ物とか冬になると何も入ってこないと、はい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 、でお正月の鮭の残り骨とかが残ってて、で閉ざされた世界であるものをもうぐちゃぐちゃにして煮ただけだろうと。なるほどね、そういう食べ物らしいんで、だから美味しいとかなんとかっていうよりも、あれがまあ日常に栄養として、食べると元気よと。そうですね。そっか、あとはですよね、栃木って実はそんなに食べたことなくて、下津カレー、2、3日前に冷蔵庫開けたらタッパに入っているタッパー越しの、下津カレーがあったんで、そーっと閉めちゃいましたけどね。食べなかったんですか。そっと、まあ、大丈夫だと思うんですけどね、やっぱり 2、3 年ですけど、やっぱり最初に匂いでやられちゃって、
なかなか厳しいかなと思って。もしねこれから入門したいっていう方はその酒粕を入れないか、うん、まあ入れないとね下疲れにならないんですけど、入れないかほんのちょっとあたりからスタートしていくとどうにか馴染めるかなとも思います。だからいわゆる下疲れとかさ、下疲れパンとかありますね、そういうのはね全然、はい、ね大丈夫なんですけどね、はい、今年下疲れってなんだなっていうあって、なかなか抵抗感がまだ、まあ、先入観わかんないですけどね、うんうん、でもそういうので話題に なればいいんじゃないですか。まあ、ね、ならいいんだけどね、あとはなんかリアルに人生の中で美味しいものとか、海外とか、私あれチーズ系が結構好きで、はいはいはい、あのトリプルクリーム、すごい本当にもうなんだろう、チーズっていうよりは本当のクリーム状のやつがあって、はいはいはい、あれがすごい美味しくて、前にいた会社ではちょっと販売してたんで、でわざとミスってそうたくさん仕入れて売れないからみんなで食べちゃおうとかって言って食べたりはしてたんですけど、通報した方がいいですよね、それ。そうですね、もうまあ時効でしょう。それはどうやって食べるんですか、そのまま食べるんですか。あ、そのままとかやっぱりパンとか、うん、そのままあんまりいけないかな、ちょっとこどいっていうか、ヌーチーズみたいなやつ。そうですね、うん、感覚としては、はい。で、それの全然違う別物、すごい食べやすいんだけども、それのテイストがちょっとあるのが、この前ヨーグルト、はいはい、いただいたんですけども、宇都宮の長島牛乳店さんの1パック300円か400円する高い方のヨーグルトが、あ、これうまいわと、名前まで出してよかったのかどうか分かりませんけれども、あ、まあね、後のフェスティバルですから、はい、それ、ね、酸っぱい、酸っぱいっていうよりはもうほどくてとろっとろって感じですね。とろっとろなの。あ、そっか、普通でも牛乳、ヨーグルトって普通のプリン状というか、ゼラチン系の塊じゃなくて、3パックいくらなヨーグルトとかって本当にこうスプーンでこうやって取ると山になるじゃないですか、そういう感じよりは少しとろっとした感じ。うわ、すっげえヨーグルト食いて、あれ、あー、ヨーグルト食いてるんですよね。すみません、今気がついたんですけど、レンズ入ってなかったんですね、それ。いや、テレビ映り考えると抜いてかないと、普段は入ってるんですけどね。オンエアの前後には入ってるんですけど、オンエアの時だけ外してます。あー。テレビ映り考えるとね。なるほど。ちょんたヨーグルト。あ、まあいいや。まあそんなことで、はい。僕はどうだろうな、やっぱスイーツ系の話なのかな。でもね、うんうんうん、チョコレートパフェとかって大好きで、まあ、夜中の、最近夜パフェやってないですけどね、夜パフェメイトの水さんも最近いないんで、なるほどね、夜中に黒磯の方に行ってね、はい、こんなパフェとか食ったりしてましたけどね、うん、あんまり僕この辺でそう、まあ、どこ行って言ってるかですけど、あんまりパフェが美味しいなと思ったとこなくて、実は。あ、パフェ自体が美味しいのは実はフルーツが美味しいっていう理由だったり。あ、なるほどね、うん、まあ、当たり前なんですけどね、はい、うん、ちゃんとしたパフェと言いますか、美味しいばっきったよ、なんか。なんてね、なんてな。でも、パフェの、まずいのはありますよね。まあね。コーヒーゼリーが下に入ってるのと、あとは、はい、コーンフレークが入ってるパターンと、いろいろ入ってるパターンがある中で、ある中で、でもやっぱりチョコレートパフェなんだよな。バナナパフェでもなければ、フルーツパフェでもないんだよな、パフェといえば。なるほど。うん、あとはもうどうだろう、やっぱ肉とかいわゆるそのパスタとかグルメものになっちゃうと、うん、意外と海外合わなかった。 あえてあったといえばドイツとアルゼンチン。海外の話はできませんですか。ネイキブシオバランとしてね、ずっと栃木に。うーん、何を好きですか、食べ物。マットですか。いや、もう一本釣り、これ一つ、あ、ここから先もう例えば、刑務所に入っちゃって、今までの悪さがバレてね、刑務所に入っちゃって、ただ、穏便に済ませるために一生、一食だけ、この食べ物だけ食べさせてやるよって言われた場合、何を思ってますか。やっぱりね、パフェ系とかでも自分もそっち行きたいんですけれども。いやいや、主食だよ。いや、主食って言えば小麦粉系なんで、焼きそばが主食なんで、私は。あ、食べてるね。だけど、
最近あの抹茶アイスとかがちょっといいなと気になります、うん、僕はアイスは、ね、全般的にチョコレートアイスなんですけどチョコレートアイスもそうですけどあとはアイス僕だってやっぱりだからあの美談にするわけじゃないけど、うん、そうだったらカレーかもしれない。カレーかそばだね。きっとラーメンじゃないと思う。カレーかそば、うん、カレーそばでいいのかじゃあ。そういうことか。でもカレーといえば一番まあちょっとね目の前にしてちょっと話違うぞって言われるかもしれないですけど、うん、あのシャンディさんのカレーがこう記憶的にはあ、うん、どうとかないんだ、なんて言うんだろう、こう思い出のカレーっていうか出てくる、あとで日本酒も出てくるけど、そうですね、番組後半でちょっとねサンディさんのねお話が、うんうん、なるほどね、よしよし、じゃあ僕はじゃあカレーそばという妥協点を取りました。さあ何そば一品、うーわー、えカレーそばに対抗するわけじゃないけど、自分の話だからね、もう自分のことは自分で決めなさいって言われたでしょ、大人なんだから。じゃあなんだろう、あれかな、短冊っていううどんかな。短冊、はい、短冊ってのはうどんの種類、店の名前じゃないよね。短冊、七夕の短冊と同じ大きさのうどんがあるんですよ。こんなってこと？厚さも5ミリぐらい。いや、幅がだからこのぐらいかな。あの本当にこう短冊でよく飾るじゃん。あれの大きさに切ったうどんがあって、あれはうまかった。どこだっけ？あのこのすぐ近くの麦縄さんっていうところでやってますけど。あ、多分冬限定かな。麦縄さん。あんまり夏の味じゃないかもしれないです、あれは。え、それ食べてみたいな。あの明日は土曜日なんでお休みですね。月曜日から金曜日までの11時半から3時まで。渡ったとこ？あ、あの石屋さんの向こう。あれ誰だろう。あれ多分ね、千本松のね企画部長かなんかが大好きでどうたらってね聞いたことがある。なんかね、その話をなんか30分ぐらい聞かされて、紙 A4 の紙1枚もらっただけなのに、その話30分ぐらい聞いた。だからあんまりいい思いじゃない。いや、あそこのお店はね、なかなかね、こう、こだわりすぎちゃってるっていうぐらい説があるってこと、面白いんで、話は尽きないと思います。厄介。よし、じゃあそんなことでまとまったのか。まとまってないですけど、まあ、じゃあそういうことでカレーが美味しいってことだよね。はい、はい、ということで、推しはカレーということで、ビバトワークでした。ビバ！ビバ！ビバ！はい、一曲聴いていただきましょう。何になったの？多分ですけれども、赤田にお店があるラードさんの180かな？どうぞ。あ、どうぞつわねえと始まんねえんだ。激しくビッコできないやつはそこノッコバカになってハッツアップチャンピン抜きてやつは抜いたらいいじゃん考えたって済みやしねえじゃん一切合切全て委ねてとにかくそう上げる声を上げろ必要ないぜ yeah, yeah まだいけるぜ yeah, yeah その調子考えてるだけじゃつかめないとりあえず動き出そうよ諦めるのはいつだってできるからI'm not the one who's running out of time.
朝の風が吹くってどっかの誰かも語ってたっけ。声出しな Sweet One、 ほら叫べ Sweet One、 バカな俺らその名はラブ、楽しんでるぜ全員集合。ようこそ、はい、どうなることになりました。もう空気を使ったしもうどういうことお待たせいたしました、はい、はい、ということで、はい、で次のコーナーはビバ牛乳、あれそんなだったっけ、いやいやいや、こういう定義ね、はい、そんな感じです。ゆるいがテーマって聞いた、はい、那須塩原は、本州、生乳産出額第1位ということで、那須塩原の牛乳をどんどん押そうというコーナーでございます。はい、今日はジャコさんが何やら牛乳を視察してきたというお話を、まあそうですね、はい、コンビニに並んでるのとかなんつって、か東京に行ってました。で東京で、日の出町、日の出インターってあるんですけど、まあ青梅とか福生とかあっちの方なんですけど、あっちの方にね名東牛乳の工場があって、視察って言ったらあれですけど、あそこにね三玉とかの多摩地域、東京牛乳、東京の多摩地区の牛で作った限定、人気の生産量が限定されてる牛乳なんですよ。しかも割とその大きい店舗とか近隣店舗しか置いてなくて、ですぐ目の前にセブンイレブンがあって、そこでは買えるんですけど、500ミリで152円で、無調整の 3.9 ぐらいなんですけど、500ミリで152円、2円、なかなかいい値段、なかなかいい値段、で、まあまあそれを飲んだりとか、あとは森永の工場が東大和の方だったりとかして、まあっちこっち回って、いわゆる地元牛乳とか地元のその牛乳工場の周りの認知度っていうのと、あとはその街並みのね、いろいろ見てきたんですけども、まあ牛乳のこと聞いたんですよ。やっぱり飲んでるんですよ、みんな。地元の牛乳って。へーって、どこが、でも北海道の次ってどこか知ってますって、誰も答えられないであること聞いて、やっぱり答えられないやと思って、がっくりして帰ってきてみてるとか。しながら、うん、でも牛乳ってのはやっぱりね日常だなっていうのをすごく感じましたね。で美味しい牛乳だったりあの辺って、栃木の牛乳がメインだったりするじゃないですか。ってことはやっぱり日常的に飲まれてる牛乳って実は結構栃木のもの多いんですよなんて話をしたりとか、あとは同じように農産物のことでね、とちおとめとか、栃木で福島のとちおとめとかね、買い控えとかってありますかって商店街って言いますかね、団地の中にあるようなスーパーというか八百屋さんで、ね、聞いたら気にする人は気にすんなよなんて、でそんなのねどうたらこうたらそんなのやったってインスタントラーメンとかで家で食べてるんでしょこの人たちはみたいな人に限ってそういうこと言うんだと思うそれたちは買わなくていいって言ってやるんだよ、って言ってましたけどね。でもあそっかいいねとお母さん出身どこですかって栃木ですって言われて、あやっぱりみたいなめちゃめちゃネイティブじゃねえかみたいな、そんな、なんかできた話なんだそうそうそう、身分だって言ったのね、だからとちおとめと福島産のとちおとめと栃木のとちおとめがあって、なんでこともあろうに茨城じゃない、茨城とか埼玉じゃなくてこんな置いたんだろうなと思ってと東京とかに、聞いたら栃木の方だった、だから買わない日とか放射能がっていう人に関しては言ってやってんのよ、あんたらが普段食べてるものがよっぽど悪いわよってスナック菓子食べながら言うなよってそうなんですよね、やっぱり牛乳も買い控えがあったみたいですけど、生産計画生産の牛乳の工場っていうのは那須塩原に何軒かあって、やはり生活クラブだったりとかね、出してるとこあるじゃないですか、こういうね計画生産って何、いわゆるその宅配型の注文取って何本くださいって言ったら、いわゆるその何月何日には工場で何本作ってそれを出荷しますっていうところは、露骨に生産量落ちた時期があったけど、もう元に戻ってきたっていうことなので、まあ悪い言い方をすれば忘れちゃってる、いい言い方をすれば信用を取り返している、もっと言ってしまうと嘘が本当か分かんないことにはもう信用しないじゃないけどね、自分でもう判断して自分のジャッジでもう飲みます、そのぐらいもう大切なことですっていうふうに牛乳が認知されてるっていうことの
どれかだと思うんですよね、うん、いずれにしても牛乳っていうのはもうあの生活食卓に戻ってきているの で,、うんうん、でましてやもうねこれから季節もう夏場になってまあ可愛い世界ですからねいよいよ、うん、いよいよね、あったかい牛乳も美味しいんですけどね、うん、これから冷たい冷えた牛乳風呂上がりもそうですけど日常的に飲む機会が出てくるかと思うのでどん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 ね牛乳飲めればと思うんですけども、あとはもう最近またのね牛乳の使った料理も世の中増えてきましたので、うん、どうですかその後カレーは、カレー、あミルクカレーですか、うん、どうでしょうか、どうでしょうか、あれ習い回し、習い回しのあの担当者不在のためでもさっきの話思ったんですけど、普通だったらそうやって牛乳を買い控えする人が多かったとしたら、はい、別の飲み物が出てきてもいいじゃない。そうですよ、だからそこで決して健康飲料的なスポーツドリンクでもなく、うんうんうん、炭酸飲料でもなく、うん、でかとやっぱ変わると味なんて味が急に甘くなったりする、オレンジジュースとかだとちょっと甘すぎるなとか、うん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 、ウーロン茶とちょっとドライすぎるなとかっていうと、ちょうどやっぱり間の飲み物とか似たようなものとヨーグルトリンクって一緒でしょ結局、うん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 、まあ牛乳は牛乳でオンリーワン的なね、だからそういうことなんですよね、うん、でもね皆さんぜひ牛乳とかミルクっていうのをネットで調べてみてください。頭の方に出てくるトップの記事はほとんど悪口ですからね、うんうん、牛乳はね、戦争に負けてアメリカが無理やり自分の 米からパンに押させるためにセットで送り込んだものでどうたらこうたらとか、うん、体にいいとか悪いとかいっぱいね、うん、悪口書かれてますから、うん、DNA の変換がね遺伝子組み換えがどうこうとかいっぱいね書いてありますから、読み物として笑いながらぜひ読んでもらうと、うん、はい、と思いますよおいおいと思いますからね、ちょっと考えれば分かるというか、自分はいいか悪いかそれ見て判断してもらって構わないと思うので、うんうん、全然ね、そこでディスられてるぜっつって、うん、戦う必要もなく、うん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 、それでもこんだけ飲まれてるんだよどういうことだって話しかないので、うんうん、ぜひそこは隠すことではないので僕らもね、うん、ぜひどう思われてるのかとかどういう説があるのかっていうのもぜひ読んでみてください。もしこれで買うのをやめましたっていう人がいたらそれはしょうがないと思います、うん、でもそれだけやっぱり認知されてるってことよね、牛乳が。もしくは、もしくは面白くない業界があるか、うん、牛乳ばっかりそんだけこの、うんうん、飲まれることに対して、うんうん、なんでしょうね、牛乳の反対ってね。なんだろうね、対抗する飲み物ってね。きっとお茶ではないんだよね、冷たい飲むもんじゃないから。あ、喉越しで飲むだと多分だから、あ、日本で言ったら麦茶、麦茶、お茶系か、うん、冷たいジュース。ホテルの朝だと牛乳かオレンジジュースかコーヒーかって感じ。じゃあオレンジジュース業界か。あ、オレンジジュースは対抗できるかもしれない。コスト合わねえよな、愛媛とか。うん、勢力小さいよ。小さいのかな、オレンジ勢力。どうだろう、でも大きくはないよね。牛乳の方が勝ってるか。だからやっぱり戦ってるんじゃない。誰と見えない敵と権力と戦ってる敵な。権力と俺が一番になるんだみたいな。ああ、でもそうだよ。でも敵っていうか代わりと思いつかないよね。だから戻ってくるんだよ。すごいよね、そう思う。じゃあ、なんだろう、一番賢い商売なのかね、酪農って大変だけど、うん、大変だと思う、確実な。だってうちのそば、やっぱり酪農家たくさんいますけど、本当に365日働いてますからね。そうだよね、うん、休んでくんないもんね。そう、牛はね、有給ないからね、牛にはね、うん、有給だけどね中田さん、牛乳飲みます？最近全然飲まないけど、うん、学生の頃、二十歳ぐらいまでの時はだいたい1リットルのを買って一気飲みとかで飲んじゃったぐらい。そうそう、僕は本当水代わりでしたね、子供の頃から。うん、だから結構怒られました。ただじゃないの。そう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 、そんぐらい飲んでましたね結果小学校の時は一番大きかったですけど、まあ、うちの子もそうだけど。牛乳って今多分1リットルで198円とかそのぐらいだと思うんだけど、ガソリンより全然高いですよと思うでしょ。でも、でも、うん、下手にそこら歩いてるガキが飲んでるペットボトルの水ってガソリンより高いんだからね。500ミリで120円飲んだからね。じゃあ確かにね、もっと高いわな。ところで500ミリで売ってる水、はい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 、なんとかとかあるじゃないですか、うん、フランスのなんとかとか、うん、なんとか水あるじゃないですか、うん、あと500ミリで120円ですからね、うん、ガソリン1リッターで140円とかですからね、牛乳1リッターで190円とかですからね、うん、何が一番高いですかって話です、うん、水が一番高いんですよ。そう考えたことなかったもんガソリンと比べちゃうのか、うん、だってガソリンだって2円高いから
ね、10分走ってってどっちでも割高だっていうことをみんなするわけですよ。 それ言ったらあの1円2円高くて50リッター60リッターってところで平気でそのガソリン代をあのない今財布にないやつって105円の手数料出してコンビニからお金を下ろしたりするわけですよ、うんうんうん、だからいろいろとお金の価値観っていうのはその物によって違うので、うん、一概に牛乳が高いとか水が高いとかってことはないんじゃないかと思うわけですよ、うんうん、そうね、その人が何を大切に思うかっていうねのはあるかもしれない。だからもうナッシュオバルとしてはみんなも牛乳を大切にしようと今日もね市役所で話したんですけどやっぱり、うん、牛乳を大切にしていこうっていう意見が、うん、最近あの観光リーダー育成塾のことがあったりとかあとあの、あっちの商工会だったりとか温泉街、温泉街で勉強会があったんですけどやっぱりね、ミルクって話は出てくるわけですよね、うん、いろんなあの食べ物もやってますけどやっぱり気になるんだもんね牛乳、うん、牛乳でなんとかなんないかなって頼っちゃってる部分もあるんですよねあでもなんか前聞いたのは酪農家の人は牛乳はもちろん大切に作るけれどもそれ以上どうしていいか分かんないって言われたことがある、うん、だから考えてくれって売るなり何かに使うなりっていうのはアイディアが欲しいって昔言われたことあるよね。なんかあの生産調整とか入るとあの食紅入れられちゃうんだよね扱いられるってこと？そう出荷できないように色付けられちゃって、うん、それがイチゴ牛乳ってことだよねいやちょっと違うと思うけど、ね、どうしたのそれであの出荷調整になって結局これ以上出荷すると、うん、市場の原理から値段が崩れちゃうからとかっていう理由であのお宅のところは何リッター以上はダメですって言ってだから生産してこう並んでるところから、うん、じゃあここまでですって言ってあとは出荷できないように色をこう付けられちゃってもう、うん、へえせっかく出したのにまとめられないからね、うんうん、だから即興は何リッターまでとかって調整できるもんじゃないからすごい難しいっていう、そうだよねピッて止めるわけにピッて蛇口じゃないからねでもそうなんかわいそうホルスタインのなんだっけなんとか大会っていうのこの間 あの装置試験場で会った時に言ったけどその前日に明日コンテストあった前日にもうみんなきれいにホルスタインの毛を買って毛並み揃えてピカピカに磨いて調整でお腹の大きさから一番綺麗に見える大きさまで絞るんですよ。へえ。そうすると明日コンテストの時間にちょうどいいこの腹のフォルムが出てってやってました。でそれ優勝するとどうなるんですかって言ったらあのその一流の酪農家さんたちと知り合いになれるって、うん、そういうねなんかお金がもらえるとかじゃなくて、なんか言って、うん、いわゆるその上階層階級が上がるじゃないけど。ちょっと一つ上ワンランク上の付き合いができるようになるみたいで社交界デビューみたいな感じそうそうそうへえー、それ人間もできたらいいのにねなんか体力測定じゃないやんだったっけ身体測定の前の日に調整みたいなちょっと体重2キロ絞っていきましょう今回はってできたらいいのに、ね、それはあの前日はお酒控えてくださいと一緒ですからねそうか、そういうことか採血あるんでお酒控えてくださいって言うとねなるほどねなるほどなのかへえ。そういうことなのねそうそうか、もう牛乳もこれから冷たいのもあったかいのも終わってまたいよいよソフトクリームの季節がやってくるわけですよあー食べたいなソフトクリームそうそうもう東京にね一月ぐらいいてなかなかね当たんなかったですねいいの一度ねあのショッピングモールにあの有名なあのキハチのソフトクリームを食べたの、うん、キハチにソフトクリームなんてあるの？ショッピングモールがケーキ屋さんがあるんですよ。そうそうショッピングモールにキハチがアイスクリーム屋さん出して480円とか出して食べたんですけど、うん、まあまあこんなもんかって程度でいやだったら我らが千本松の方がいいぞと思うような感じでしたね。480円のソフトクリーム？そうそうそうやるなと思いながら食べたんですけどキハチブランドだそうそうそうまあ確かに美味しいんですよね、うんうん、美味しいと思う人が食べればでもね、うんジャコさんね、東京に出張に行く前に最後にこの地で食べてったのが千本松のアイスクリームというくらいの人だったねもうこれが最後かもしれないこれが最後かもしれないと思いながらね最後に食べたいものソフトクリームそうね、あれ駅とかでね、ソフトクリームって言ってくれればいいねあれ許可が大変だからね保険の許可が大変なんですよアイスクリームって結構あるじゃないですか、うん、アイスクリームはもう加工品だからそんなでもないんだけどソフトクリームだとねアイスクリーム製造業っていうね保健所資格であのやれ手洗いが必要とか三面がこういうところで作んなきゃいけないとかいろいろルールがあってなかなか大変なんです牛乳製品は特に許されないでも
昔ソフトクリームって高級品でしたよね、自分がちっちゃい時って。そんなことないですよ。だってスタンドに立ってたもんね。スタンド、あの何コーンがあって、それにこういう銀色の、あ、でもスタンドは今でもあるじゃないですか。あ、そうなの。うん、場所によってはそう、喫茶店とかで、喫茶店じゃなくても、普通にソフトクリーム屋さんでも3本4本頼むとかで。ああ、そういう意味のね、うん、ああ、じゃなくてちゃんと喫茶店とかでソフトクリームを頼むとそれに入ってくる。昔さ、ゆで卵もスタンドに立ってなかった。ああ、あったかもしんない。まあいいや、それは。いや、というよりソフトクリームの売り場、うん、まあ、ここからちょっとあるケツレ川の道の駅のケツレ川、そこのいつもレギュラーでいるお姉さん、うん、結構かわいいんですけど、うん、その人はソフトクリームを売ると、あの、渡さない、まず、うん、お釣りをどうぞって言って渡して財布にしまってポケットにしまってからソフトクリームくれんのね。うん、でそのお姉ちゃんが休みの日に入るおじちゃんはソフトクリーム先に渡すのね。持っちゃうでしょ。財布持ってるでしょ。お釣り、ってなるのね。だから、あ、やっぱりいつも売ってる人は違うなって。ホスピタリーってのね。ちゃんと分かってるんだね。僕ね、あの、その隣に冷蔵庫あるじゃないですか、誰かの。はい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 。で、そこで、買うわけですよ。で、某アイスをね、あそこって、なんだろう、量販店だから割とまとめてたくさん買う人多くて、うん、前にもうカゴいっぱいの人が3人ぐらいいると、これ1個持って並んでると並んでる間に溶けちゃうんじゃねえのと思いながら、今日とかもヒヤヒヤで、買ってここで開けた時には結構緩くて、うん、危ない危ないっていう。夏場だからね、アイスクリーム専用レーンを作るのがダメじゃないかと思います。冷凍食品専用レーン作んないと。それを言うなら、あの、よく海外にある、あの、少ない量の人はこちらへだよね。あるわ、あるんだ。うん、なんかそれを作ればいいんじゃないの。うん、1個の人はどうぞ。それでもいい、それでもいい。溶けるっつの。ああ、そうだね、うん、アイスクリームの買い方、ソフトクリームの買い方難しいかも。うん、しかもカゴに入れて手で持っていくからさ、余計なんだよね。あそうだね、手の温かみでね。そうそうそう。あ、でもなんかさっきのお金のはちょっとソフトクリームからそれますけど、あの、本当ホスピタリティなんですよね、もてなしから。そう、もてなしじゃないんですけど、苦手なんですよ私。 お釣りで大きい方からお返ししますって言われるじゃないですか、うん、ちょっと焦るの。なんかもう次の小銭をその人は持ってるわけじゃないですか。で、あたおたしちゃうから嫌なんですよ。だからなんかいつもお財布に入れないで、その お札も自分で持っちゃって、お財布と別に持って、とりあえずくださいみたいな。自分でゆっくりやりたいんで。すごいせっかちでって思われてね。逆にね。嫌なんですよ、すごくね。とりあえずしないよなって思われてね。なんかね、毎日うまくいかないんですね、あの、コミュニケーションが。はい、すいません、話それましたけど。そうなんです。うん、なるほど。そうです、だからアイスクリームの季節もやってきますし、何箇所かね、那須地域、県北地域で新しい種類の新作のソフトクリームが出るって話も聞いてますんで、これはぜひお楽しみに。まだ具体的にどこか何言ってるは言えないんですけど、僕 2,3 箇所聞いてます。そうなんだ。どういう意味の、うん、だ、新しいなんとかソフト種類ね。種類ね。種類がっていうこと、うん、そうそう、種類と、まあ、加工方法とか種類ですよね。新しい味が出るとか、うん、中に何か入ってるやつが出るとかっていう話がちょっと聞こえてきてます。素晴らしい、うん、もう那須塩原のソフトクリーム親善大使を目指す僕としてはね、そんぐらいの情報入ってきますよね、うん、こういう帽子かぶるんですか。そう、日清かなんかそのうちあれですよね、あの、ソフトクリームのこう看板のとこにじゃこ認定とかさ、ハンコが押してあると高く売れるとか。みんなそれを求めてくるの。毎日毎日、あの、業者から届いちゃうでしょ。貢ぎ物が。でもソフトクリームなら OK ですよね。まあしょうがないですよね。だから親善大使だから、ね、もったいないもったいない、うん、もったいないもったいない。はい、ということでまとまったんでしょうか。はいはい、今日のビバ牛乳はジャコさんの、牛乳東京視察。ほとんどしなかったですけど、はい、でした。どうぞ。
トリコロールをお聞きいただきました。トラベリングでした。はい、では最後のコーナーですね。イベント情報のコーナーです。大事大事。3月もねすごいイベントたくさんありまするが、私が多いですね3月になるとね、雪解けだからね。うん、3月になるとこう栃木の人とか那須塩原の人って急に雪足立ちますよね。3月の声を聞くと急に元気になる気が。雪解けがなんかね、あの 2月が少ないだけじゃない、なんか。いやでもこっちに来た時に不動産屋さんとか、うん、あのなんだろう、その建築士さんとかがいろいろ話してても、いや3月になれば変わるからとか、3月になったら良くなるからとかいつも言ってて、何のことだろうなってずっと思ってたんだね。8月から11月ぐらいが異常じゃん。確かにね。まあね、だから妙に12月から2月が暇に見えるかもしれないね。そうね。オフシーズン感じるっていう。そうか、もうディレクターさん帰る準備始まってますけど。いやいやいや、で、そのイベント情報なんですが、はいはい、まあジャコさんのちょっと取っといて、明日ね、こちらのアクアスの、はいはい、2階ですね、キッチンふわりんさんで、木漏れ日時間というのが、第2回目が開催されるということなんですね。前回大好評だったようで、ねね、主催がアトリエユーさん、ここのね、ビバにも何度かゲスト出演していただきましたけども、はい、高橋千恵さん主催で、癒しがテーマなのかな、で、まあ、体験コーナーとか食のコーナーとか、クラフトのコーナーなんかが充実してるんですけど、なんか今回規模を大きくして、前回はふわりんさんだけだったんですけど、もう1店舗ね、どっち側なんだろう、お借りして2店舗でやるっていうことなんですよね。だってこっちはサーキットじゃん。そうか、じゃあこっちかな、倉庫の方かな、うん、あ、でも会議室がどんな途中にあるのかな、なんかね、うん、2店舗でやるみたいですよ。2店舗、を借りて、ね、だから要するにその出店者さんが増えてるっていう、すごい大きいよね、なんですよね、で、例えばカードリーディングがあったりとか、はい、あとはアクセサリーだったり、あとね、クラフトのね、体験、まあここにもよく出る水さんの、ろくろなんかもあったりとか、はい、あとはね、あのくずくずさんっていう木工屋さんがいるんですけども、まあ、ご主人が木工を作る、木工でも男性が作るってものすごい可愛い木工品作るんですけど、で奥様の方がまあ出店をするんですが、奥様は実は羊毛、羊の毛をからそれをちゃんと自分で洗って酔って毛糸を作るっていう方なんですよ。うっそ、そう、すごい作業だと思いますよ。で、でそれを、まあ、作品をもちろん作ったり、あとね、織物、織物じゃないな、織物だよね、彼、彼女やるのね、やったりとか草木染めやったりとかね、ものすごい器用な方がいて、すごく素敵なんですけど、まあ、そういう方が出たりとかっていうので、多分見るだけでも楽しいし、もちろん体験もしてもいいし、はい、あと食事の方も、前回ね、琴葉さんっていう黒磯にある、有名なマクロビのレストランがあるんですけど、そちらがお弁当を出したそうなんですけど、開店10分で売り切れちゃったんですって。3日持ってきたんだ。結構持ってきたみたいなんですよ。で、まあ、今回も参加されるんですけど、まあ、それだけだとね、もしかしたらまたってこともあるかもしれないので、先ほど出たシャンディニバスカフェさんが実はカレー屋さんとして出店するそうです。今ね、北海道から戻ってらしてるんですよ。なのでエビとココナッツのカレーと、あとキーマだったかな、2種類出されると思いますよ。稼ぎにいらっしゃるということなので、10時ぐらいからのイベントだと、すいませんね、情報があれで、10時くらいイベントちょうちの事務所、一応その時だけPR 技術研究会という名前にたまに変わりましてやるんですけれども、内容としては Facebook を上手に商売に活用しましょうという内容で、私がねずっとテーマにしている情報発信、中小店は情報発信で勝つっていうので、
3年ぐらい前にずっとやってきたのが、商店主自身が情報を発信するものになんなきゃダメなんだっていう、まあ、それはブログの時代だったんですけど、 Facebook だとあのシェアとかいろんなものが増えてて、これは何も情報を発信する店主、会社の人が全部それの Facebook の達人にならなくても、あのアーリーアダプターっていう方々、情報を発信するのが得意な方々に情報を渡せれば、あとはお願いしちゃっていいだろうという、ちょっとねそういう流れで那須塩原のお店の情報とかいろいろこれからあの1年ぐらいかけてガンガン回していきたいと思うんで、それのためのちょっと仲間を、だからあの店主さんだけじゃなくて Facebook とかでいろいろこうね、あっちのお店の情報とかこっちのお店の情報書くの好きな人たちにもぜひだんだんね加わっていって仲間にね、一昔前にブロガー的な人たち、そうですね、はい、それをアーリーアダプターっていうんだ、どういう意味なんだろうと思って、うん、でその次に来るアーリーマジョリティっていう一番この購買金額が高くなるところの人って、アーリーアダプターのっていう行動をする人たちに影響すごくされやすいとかね、こういろんなポイントがあるんで、そこら辺をちょっとねみんなであのセミナーとかって言ってもみんなでこう一緒に考えていきましょうみたいな感じでやってますんで、はい、これまだ募集は、はい、ああもう全然あの会場もし足んなくなればうちの事務所じゃなくてあの商工会館とかちょっと場所を変えることも、あの今回あのゲストがゲスト講師さんにあの職人本職人育成のプロとしてね今全国駆け回ってあちこちで講演会とか指導してる阿久津和志さんが来るんで、その友達がわーっと申し込み来ちゃうとうちの事務所全然入りきんないんで、もしかするとあの西那須野の商工会館とかに移動しなきゃなんないかななんて心配もしてるんですけど、うちの奥さんの同級生、うんねえそんな若いですか、誰があんまいいやいろんな意味に取れましたね、はい、ということで、あの、はい、あの参加は無料でやってますんで、はいはい、あのお時間ある方はぜひ、いきなり行っちゃっていいんですか、大丈夫ですね今回はねちょうどねその時間用事あるんだ俺、うん、そうですよね、そうだね、なんか偶然だよね、しょうがないねすいませんすいません、はいていうかあのレディワーカースよく見てる人分かると思うけど、私あのこの時間金曜日しか空いてないです唯一空いてるのが金曜日という、じゃあビバで乗り込んじゃうって手もありますね、その会場に、ね、生中継、生中継をする、ね、どうぞあの端っこで勝手にやっててくださいしかもうるさいんでビバーとか言ってで私も話しながら途中でこんなことやったりみんなでやるんですよ牛乳あそこのセミナーを取るわけじゃなくて自分たちの番組やる、そうそうそうセミナーを背景にして番組をやるっていうすごい邪魔な人たちです、斬新なうるさいとか言ってこっちが思うでしょセミナーに対してちょっと静かに言ってもらえるかなこっち放送中なんだよ、そう、ね、勝手に乗り込んどいてそうか、それもいいけどな、じゃあ来週の8時はどっから放送があるか、はい、そうですね、いろんな可能性があるから、はい、そうですね、はい、はい、ということです、はい、はい、ではこういうことなんですね、はい、本日のメイン告知、メイン告知、そうです、明日、明後日、うん、まあいろんなイベントも被りますけども、ジアン、湯けむり、餃子祭り、塩原、いよいよですね、そして10時から17時、これ塩原温泉の一本の里、うん、あの足湯のところですね、あそこで、宇都宮餃子会の皆さんと、あ、大丈夫です、と一緒に、共催じゃないんですけど、ね、うん、宇都宮餃子会さんの方から餃子をご提供といいますか、仕入れる形でやらせていただきます。で4店舗、みんみんさん、花さん、リュウモンさん、うのきさんというあの餃子の、うん、宇都宮の餃子の方からあのご提供いただいたものと、あと、とて焼き、うん、藤屋さんと今井屋さんの方が出店しています。で、なおかつ、ハンターマウンテンだったりとか、あとは塩原の温泉街にお泊まりいただいたお客様、お買い物しているお客様には、これチケットを配られて、うん、これ行くと2個、タダで食べられる。おという街歩き的なね、うん、
あのオプションがついてますんで、もしあの明日僕らハンターマウンテンの方でキャラバン隊としては活動するんですけども、そこの場所でもじゃあぜひちょっとよかったら行ってくださいっていうのを渡しますんで、それラッキーよね。そうそうそう、だから塩原温泉に泊まられる方、遊びに行かれる方はもうちょっとお買い物とかね、あのしていただけたら、もう餃子の、もちろん普通に餃子も食べられるんですけども、さプラスあのサービスで、でしかも今回は何がすごいって、多分、はい、日本で初めての試み、うんうん、温泉湯煙餃子、はい、池森が餃子祭りなんですけど、あの温泉水餃子、うんうん、水餃子を温泉水を使って作りましょう。お、もう体に悪いはずがない。どこが温泉なんですか、それは。川にね、水餃子水が温泉。そうそうそう、まあ、全部が全部温泉水だけど、ね、大変なことになっちゃうんで、うん、温泉水も入れて、あ、そうなの ね、あの水餃子作りましょうっていうことで、何軒かあの塩原の方には陰線飲む温泉としての許可を取っている旅館さんがあるので、そちらの飲泉許可をちゃんと取っている、温泉水を使っての水餃子のご提供ということで、新しい頃なんで、これ体にもねいいので、ぜひ、この機会食べてもらって、うん、でなんと、僕2位だと思ったんですけど3位なんですね、宇都宮今回。えなんか間に福井かなんか入ってきたような気がするんですよ、2位かなんかに。福井、うん、確かね、餃子今日見たらね、うん、確かそんな気がしました。うん、あの1位から落ちたじゃなくて、確かで3位になってる気がするんで、ちょっと気合いで皆さん。それは何でしたっけ、前ジャコさんが言ってた消費量なんでしたっけ。そうそう、消費量、消費量か、うん、1軒あたりのだから購入なんで、自分家で作ってどうこうっていうのは含まれないみたいな。あ、そうだね、それ分かりづらいもんね。そうそうそう、皮何枚売れたみたいな。そうそうそう、でもあんまりあれだよね、ちょっとそれがさ行き過ぎると、あの県庁のあたりでさ、餃子を家庭で作ることを禁止する法律とかなんか作っちゃったりしてさお店で買いなさいと県の条例であ、条例か、うん、あでもそれで思い出した。あ、どうぞ、どうぞ。あ、いいんですか、うん、あの台湾に前行った時に、あの友達に聞いたのが、外食の文化がやっぱり彼らは進んでるじゃないですか、うん、だから朝食は買って食べるもの、夕食は買って食べるもの、もしくは屋台で食べるものなんですって、うんうん、だからそういう文化が広まれば、餃子とかももしかしたらもっともっと、それだともうね、街っていうか、いわゆるそのシャッター街はなくなりますよね、うん、開けてなきゃ、うん、なきゃいけないんだもん。そう、商店街が。だってキッチンがみんなね、その小さいんですって、お湯沸かすぐらいしか使わないんですって、ホテル暮らしみたいな。そうだから、あの買うしかないのよって言ってたから、あで食べ物が安いと来てるから、うん、みんなどうしても買いますよね。もう逆に言うとね、あの買わなきゃいけないから、ある程度働かなきゃダメと思ったのに、そうそうそう、自分で自炊してどうこうっていう感じじゃないんだ。いい循環ですよね、働くし買うし売るしみたいな。あ、でもそれもいい、いい、日本人には無理だろうな、働き者だからなんか、うん、あとね、家庭の味がね、手作りがいいっていうね、うん、のもあるけど、家庭の味っていうのはどうなんだろう、それって気がしますからね。ないと思う、多分そういうのは。なんとか屋の味は家庭の味ってことですね。あ、うん、あ、うちは昔からこれを食べてたってことか。なんとか屋が閉まっちゃったから、もうあの味食べられないやっていう、あれになっちゃうのかな。どうなんでしょうね、うん、すいません、話それました。そんなね、餃子のお祭りが、うん、これもう明日、明後日、2日間やりますので、うん、宇都宮から来たら2000個かな、来るのかな、うん、そんぐらい来てるみたいなんで。で、4つで200円にして。そう、安いよな、それも。安いですよ、ね、で、あのもちろんビールとかも売りますから、お車でない方はぜひ。ほほ、はい、また反応しましたね完璧に今ね、ほら、みんなの期待に応えて、あ、期待に応えるタイプなんでね、うん、ぜひぜひ餃子も、ね、ビールも、どて焼きも、うん、もういわゆるあの塩原意識揃ってますんで。そうですね、で、スキー場も先週、先々週連休の中日がもうハンターマウンテン、ここ5年で一番の集客記録して。だって前、連休の時がすごかったって言ってたのに。その連休の時が、中日が、あ、ここ5年間で最高集客しましたね。だって毎週 Facebook 見てると、うん、あのキャラバン隊が映してるの、毎週ハンターマウンテンすごいことになってますよね。そうそうそう、その時は 3時間から映してた。この辺からハンターマウンテンに。同じ市内なのにって。そうそう。でそんぐらいだからもう今人気のスポットで、うん、ハンタマのグループの中でも一番ハンタマが入ったっていうぐらいあれがすごい新しくて、うん、やっぱりすごい、あそこに人が集まるってことはね、必然的にその下にある通る道が
商売の温泉街を通るわけで、そうですね、かといってその、ね、温泉に入ってもらったりとか足止めのね、うん、足止めっていい意味でね、うん、足を止めていただいて塩原の街を楽しんでいただくというために、うん、あの今回この3月の2日3日という日程でやらせていただくということになりましたね、はい、なんか噂では駐車場が一本の里がそんなに大きくないので、そうですね、いくつかに分かれるって前後に分かれてますので、まあ、一本の里入れればそのお祭りやってと入れればいいんですけど、入れなかった場合は、はい、あの現場の方であのあちらこちらと誘導してくれますので、その誘導に沿っていただければ、はい、もう全然徒歩圏内のすぐのところに駐車場なんか用意されてます、うん、あの辺ね、なんか歩いても楽しいですからね、そうですね、そうですね、うん、むしろ歩いてもらった方が、うんうん、そうなんです、いろいろとありますからね、まあ、あのいい意味でも悪い意味でも街が小さいので、うん、歩いて楽しめるので、ね、うん、あと河原もね、もうまだ雪とか氷とか綺麗な景色が見れますので、これはぜひぜひ楽しむのがいいと思いますね、うん、あとね5時まで夕方、うん、ちょっと遅めまでやってるんでね、うんうん、ハンターマウンテン帰りの方もね、そうですね、あのハンターマウンテンのお客様が大体そのぐらい3時4時から降り出すの出てるんで、ね、通常ですと暗くなる前に4時とか3時で終わるんですけども、うん、今回はそのハンターマウンテンのお客様にも来てもらおうということ で僕らがハンターマウンテンでもね、あの配りますのでということで、はい、17時までやるということでやらせていただいて、売り切れ必死かしら、そうですね、売り切れの場合はご容赦くださいなんですけどね、うん、でも売り切れるぐらいだと思いますよ、これは早めに行かないと、売れちゃうでしょう、なんなら行きに行ってもいいんじゃないっていうぐらいです、10時から多分、ね、当日はあのジャコさんはハンターマンなのであの牛のカラーの着てるし、チョンタさんは昼間からビール飲んでると思います、下でやってますから、はい、カラ顔でいますので、うん、あんまり否定しないと思います、うん、そうですね、そんな、はい、あの塩原のですね、来週はまたあの10日の日に黒磯のイベントがあったりするので、それはまた来週ご案内できればと思いますので、はい、はい、ということでね、ぜひぜひ皆さんこの週末は餃子を食べに塩原の方にお越しください、なぜ塩原だと思うかもしれませんけどね、いいんです、餃子美味しいんです、はい、2日3日朝10時から午後5時まで、はい、お待ちしております、後でお待ちしております、ということであっという間に9時になりました、これはあっという間でしょう、15分ということで、はい、今日はトムさんどうもありがとうございました、ミッチヒッター助かりました、はい、ということで、ビバビバ夏塩原お楽しみいただけましたでしょうか、また来週もぜひご覧いただきたいと思います、最後は番組タイトルコールでお別れです、ビバビバ夏塩原。